人の話はもちろんですけれども、はい、ネットのこと、ブログのこと、はい、お伺いしてまいります。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私は、一つに、まあ、ブログがあるんですけれど、はい、もう一つは、やっぱりお兄ちゃん6年生で学校の方でインターネットを使う機会が多くて、うん、はい、で息子に教えてもらっているような状態なんですけど、はい、学校の調べ物とかでもやっぱり、インターネットを使って調べてくるというとかの宿題があるので、はい、そういうものでインターネットを活用させていただいてます。ちょっとこう子供が体調ちょっとこう優れないなって思う時とか、はい、でもそこまでちょっとこう病院に行かなくても大丈夫なのかなって思う時は、ちょっとこう総合ママサイトみたいなところをちょっと見てみて、でこう同じ症状の子がいたら、あ、大丈夫なのかなっていうところですごい励まされたりとか、はい、そう共感持てるところはありますね。ネタを見つけるヒントありますかという質問です。これは、どうでしょうね、今後のブログのネタバレにならないかなという感じもしますけれども、渡辺さんいかがですか？ネタ、はい、あんまり考えたことがないんですけど、もう本当に些細なことで、もう先日もこう金木犀を見かけて綺麗だなと思ったら撮ってみてあげてみたりとか、もう本当に些細なことをネタにしているので、なので、あ、じゃあ特にもう今日はこれを書くぞみたいな、そういうことないですね。なのでお家の中にヤモリが出てヤモリのネタを書いたりそう、それ結構なビッグニュースです。そう、すごいびっくり、すごいですよね。だからもうそれかなりびっくりします。本当にもうプライベートの中の出来事も書いてる状態です。皆さんも賢くインターネットを活用していただいて、楽しく子育てをしていただきたいなって思いますね。はい、はい、ありがとうございます。